はい、皆さんこんにちは。スポーツメンタルコーチの今奈美です。今回の動画はバッターの変化球の待ち方ということについてお話ししたいと思います。皆さん、試合の中でピッチャーの球種、ストレートだったり変化球だったりカウントによっては待ったりしますよね。でこの時の変化球の待ち方なんですけど、例えば右バッターの人が右ピッチャーのスライダーを待っていたとしますよね。でこのケースで僕よく見るのが、スライダーをどこまでも追いかけて空振りをしてしまう。空振りといっても中途半端なスイングではなく豪快に空振りをしてしまうケースっていうのを僕よく見るんですよね。この時の考え方なんですけど、スライダーを狙う時ってピッチャーのスライダーの軌道っていうのをイメージしますよね。そして多くの人がストライクゾーンに来たスライダーを振るっていうことを意識して、打席を迎えてると思うんですけど、この時にどうしてそのストライクゾーンから外れたそのボール球ですよね、ボール球のスライダーを豪快に空振りをしてしまうのかっていうことなんですけど、これはおそらくほとんどの人がストライクゾーンの使い方を間違っている可能性っていうのが高いんですよね。じゃあスライダーを待っていたとして、どうやってそのストライクゾーンに来るスライダーだけをチョイスしてバットを振っていくのかっていうことなんですけど、ストライクゾーンって皆さんその意識イメージしますよね。でスライダーの軌道も意識してスイングしてるはずなんですけど、多くの人がストライクゾーンのアウトコースいっぱいに曲がってくるスライダーっていうのをイメージしてるはずなんですよね。そうすると出だしですね、ボールが来た時にはすでにストライクゾーンの結構アウトコースのいいところに来たボールを、おっしゃ来た、待ってたボール来たと思ってスイングするんですけど、実際にはスライダーって曲がるので、ストライクゾーンギリギリから来たボールはボール球に逃げていくんですよね。なのでスライダータイミングドンピシャだった、よっしゃ振れって言っても結構なボール球に対して豪快な空振りっていうのをしてしまうんですよね。じゃあこういう時にどうしたらいいのかっていうことなんですけど、スライダーを待つなら、そのスライダーの曲がり幅ですよね、曲がり幅をイメージして、このストライクゾーンの中で待つべきところっていうのは真ん中からやや外寄りっていうことになるんですよね。ピッチャーが投げてきました、ボールを離しましたっていう時に、あ、真ん中よりちょっと甘めだなっていうぐらいのところからスイングを始めると、曲がりきった時にはアウトコースの甘めぐらいに来るので、このスライダーっていうのは捉えることができるんですよね。ピッチャーだったりバッテリーっていうのはスライダーを振らせたかったり、空振りですね、空振りをさせたかったり、引っ掛けさせて内野ゴロを打たせたいとかっていう意図があってスライダーを選択しているはずなんですよね。なので四隅きっちりこのストライクゾーンの四隅を狙って投げてくるんですけど、最初から四隅ですね、そのアウトコースギリギリに来るスライダーをイメージしている人っていうのは、そのバッテリーの思惑にしっかりとハマってしまっている人っていうことが言えるんですよね。これどの球種に対しても言えることなんですけど、ストライクゾーンがあったとしたら、バッター有利のカウントは特にそうなんですけど、この四隅をイメージする必要って全くないんですよね。変化球の曲がり幅をイメージする、そしてその変化球が曲がりきった時に甘みに来るところっていうのをイメージしてもらえると、その変化球を狙った時に対応っていうのが可能になってくるので、例えばこれフォークボールですね、フォークボール、よくフォークを狙ってバッティングするとか、狙い球がフォークでフォークが来たから打ってやろうとかっていう人って結構いたりするんですけど、フォークもこのストライクゾーンがあったら、皆さん結構このストライクゾーン四隅の低めギリギリぐらいをイメージしてしまうんですよね。ただフォークってスライダーだったりカーブだったり他の球種に比べて決め球として使ってくる投手っていうのが多くて、その決め球っていうのは結構な確率でストライクゾーンではなく、ストライクゾーンから外れたボール球でワンバンになったりするボールを空振りさせたいんですよね。
中には特殊なピッチャーがいて、フォークでカウントを取ってくるピッチャーっていうのもいるんですけど、このフォークを待つ時にもストライクゾーンの一番低めっていうのに目付けをするのではなく、だいたいアバウトでいいので真ん中ぐらいって決めてしまうと、自分がフォークが来るって、狙ったそのフォークですねが真ん中付近から落ちてくると、低めの甘めぐらいのその高さですね、高さに来るので、バッターは高確率でイメージした打球を打つことができるっていうことなんですよね。なのでぜひその変化球を狙うときですよね、特にそのバッティングカウントだったりバッター有利のときですよね、っていうのはストライクゾーンの使い方っていうのを意識してやってみてください。決して最初からストライクゾーンの四隅ビシビシをイメージして振っていくのではなく、真ん中付近から曲がってくるボールっていうのを待つことによって、今の現状変化球があまり得意ではないバッターだったり、変化球を狙ってしまうと力んで打てなくなるんだっていう選手は意識してやってもらえると、試合の中で変化球を打てる可能性っていうのがぐっと上がるし、変化球が打てるバッターになることによってまっすぐの対応も変わるし、バッテリーも皆さんへの攻め方っていうのも変わってくるので、今まで以上にバッター有利、いい成績を残すための準備っていうのができると思うので、ぜひ意識してやってみてください。ということで今回は変化球の待ち方ですね、ゾーンの待ち方ということについてお話しさせていただきました。もしこの動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄にウェブサイトの情報も載せておくので、もしよかったら覗いてみてください。 Twitter もやってるのでフォローもよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。